はい、お疲れ様です。マピーです。今回は無補正ということで、まあ、あんまり使いたくなかったというか使うのを避けてたデッキを使っていきますっていうのがこの S5 アマテル。もう前にね一回使った時に、いや俺ちょっとこのデッキ使うのやめようみたいな話したと思うんですけど、改めてねやっぱりその環境で強いデッキを、まあ、使うのをためらうじゃないけど、まあ、強いとは思うんだけど、俺ねこれ使ってあんま勝てたことなくて、でもそれってちょっとおかしいんじゃないかなと思って、ちょっとねそういう意味でもなんか疑いの目をね設けているところはあるんだけど、でも実際ねあのシーズンレポートが物語ってるんですよ。環境はね、いやまあ今アーテラ環境ってもうみんな周知の事実だと思うんですけど、このシーズンレポート見れば分かる通りね。でも俺はこのデッキ使ってなぜかあまり勝てない。じゃあ勝ち方を学んでいこう、そういうねなんか検証も含めた感じですね。で ちなみにこれがシーズンレポートなんですけど、まあ、5月に入ってからアマテルが急上昇ですね。てのも4月の時点ではツクヨミとフェイルノートが同デッキ制限かけられてたんですよ。で5月に入ってからそこが解除されてフェイルノートにねスキルバッジが入ったっていう風になってるんですけど、まあ、そこからこのアマテルがね、じゃあアマテルでもうあのたくさん強い S5 マ入れたデッキが強いんじゃね。であと4月の時点で確かあれかな、 S5 ができなかったのかな、うん、S5B2 ができなくて、で5月に入ってから、まあ、それが復活したっていう形になって、まあ、ツクヨミじゃなくてアマテルがね今紙デッキで、はい、環境ですよっていう風にねこれ書いてあるんですよ。使用率も、まあ、ぶっちぎりで1で、勝率もね 53.5% 十分高いですね。ただねただですね、これあの総合の勝率紙殴りと混合殴りの方が高いんですよね。これねなんでだろう、まあ、多分ね混合殴りが強くなった理由はラティーナとスーかな。ラティーナ、まあ、スーは今年の1月からいたけど、ラティーナの影響はでかいかな。あいつが確かね4月とかに出たはずなんですけど、あとは神殴りがね戦撃に相性いいとか、この勝率で物語ってる、まああと混合殴りにも相性いいのかな、まあ、そんな感じで物語ってますよねというところですね。はい、でそういう環境の話俺あんまりね自分からしてこなかったけど、なんかね環境で強いデッキ自分が使えないっていうか使って勝てないってちょっとあんま正常じゃないっていうか異常かなと思ったんで、まあ、学びを含めて頑張っていこう。であと、まあ、これカップ戦ね、はい、最近やったんですけど50位なんと2ヶ月連続レジェンド。最近ちょっと P さん乗ってるんじゃない？あんまりねこういうなんかレジェンドとかってなかなか取れないんですけど、2ヶ月連続レジェンドはシンプルに嬉しいですね。何年ぶりかな2ヶ月連続レジェンド。まあなるべく継続させていきたいですね。ということでシーズンマッチやってみますか。なんでこれがね、すごいの慌てるで組み方についてはね、この駒あの駒の方がいいかもとかいろいろあると思うんですけど、まあ、自分はこれでやっていこうかな。まあ、エアレーに済みの銀四郎にオーラ枠銀四郎の、まあ、オーラ入れない方がいい可能性もあるけどね。あともうフィニッシャーとしてはペトラス、バイセイグナッツ、まあ、これで成立しちゃってるんで、まあじゃあこれでいいんじゃないかなっていう風にね思いますね。はい、やっていきましょう。はい、いやマジね俺アマテルっていうか紙デッキ使うのが下手なんで、なんとかねなんとか頑張りたいんだけど、いやちょっと苦手克服したいよね。うん、正直俺ねレオリス使った方が勝てる。これガチ俺多分今一番コスト200無補正で、あのマッピー会長が使って勝てるデッキ俺的にはレオニスなんよねレオニスなんかねアホみたいに勝てるけど、なぜかねあんま疲れてない。さっきのシーズンレポート見ても毒オーラの勝率が総合勝率が 50点いくつかかな。うん、もっと使われていいかなって思うんだけどな。まあこれはね一回ベルグレーでかまして、うーん、なるほど、アマテルとそうこういうね平行アマテルみたいな来るわけですよ。でこれどうするって話なんですけど、これね C の2に打ったら C の5に行かれるやつですね。どうしようかな、ぶっちゃけこれ繋いでもいいかなって思っちゃうんだけどね。ダメなんかな、ダメなんですかこれね。これなんちなみに F にアマテルはダメなんですか。ダメなんですね、わかりました。あ、やめときます。はい、そう俺アマテルってさ、多分俺みたいなタイプはいろいろ考えちゃうからうまくいかないんだろうね。そう、あんま考えない方がいいのかもね。うん、正直ねそんな気はして、グノー持ってるんだよね。やっぱ考えた方が良かったんじゃない。これ B さんグノーめっちゃきつくない？やっぱ考えた方が良かったんじゃない。考えないっていうのは良くないんじゃない。思考を停止させるっていうのは良くないんじゃない。もうこれもだって考えずに普通に A4 トゥールやってるからね。え、ちょ、これ大丈夫？これ大丈夫？大丈夫？これこっからアマテルもう一回コンボ組まれるけど、まあ、これあれか、その後 F3 とか置いてみたいな感じか。うん、まあ一旦これで、でもね手札の回り方めっちゃいい。ベルグレーで切ってからアマテルからのトゥールラバイセースーまで引いてる。まあ、ただ相手のキャラゴマがあんまり残んないんで、スーについてはもうちょい時間かかるかな、火力出すの。さあ、ファーストバリア、なるほど、クーフーリンか。クーフーリン採用もあるよな。
まあでも S 枠はね、俺が使ってる、今回使ってるこの S でいい気がするんだけどさ、このタイミングのイグナッツは神、チャージ溜まるんでね。さ、これでバイセ適当に切ってよいしょ。果たしてこれで合ってんのか、本当にこれで合ってんの、本当にこれで合ってんの、使い方合ってんのか。まあマジまあでもね、たまにはね、そう、うちの俺のチャンネル見てくれてる人って多分なんか環境で強いデッキを知りたいって人っていないと思うんですよ。環境で強いデッキってね、シーズンレポート見れば一目瞭然なんで、あんまりそういう人はいないと思うんですよね、正直言うと。だからあんまりね、俺こういう動画出さないんだけど、基本的にはね、環境デッキ使いましたみたいな動画あんま出さないんやけど、え、これってどうすりゃいいの、ちなみに。こっちか、これで C 中足して A 中ってってこと、合ってんの、これで合ってんの、これ合ってんの、合ってんの。まあまあ最悪 B4 持てるか、 B4 でもいいな。一旦サヤカ貼っとくよ、一旦サヤカ貼っとくよ、はい、サヤカ貼っとくよ。俺アマテルミラーでサヤカ結構強いと思ってるから、俺は一応入れる派なんだけど、ギールか、あーギールもありかもな。まあでもちょっとデッキにチャージが増えちゃうかなと思って、この辺は避けてましたね。あとウィルボスカヤとかね、いいと思うんですけど。で相手のキャラゴマがね、一向に残らないわけなんですけど、こういう時と、え、これ何、イグナツ いていいの、これいていいの。あ、でもこれあれだよね、あのギギルのコンボだるいよね、ギギルのコンボだるいよね、右上 X 打たれるんだろうよね。え、だよね、だよね。これ取りでいいの、え、待ってんの、これ合ってんの、俺ちょっとまず使い方わかんない。これ合ってる、合ってる。そう、さやかを返さずに火力出されるの嫌だから、俺 E6 打ったけど、合ってる、これ合ってる、合ってる、これ。本当にこれで合ってんの合ってんの、これ。頼むぞ。OK、このタイミングのあとはさすがに、さすがに助かるね。いらっしゃいませ。銀白、OK、OK、この銀白の、追い風受けて、でこれメリッサかまします。でメリッサ取ったらトゥールラの動線が開くね、英語の場合で、左下 X の場合はサヤカが発動するんで、これさすがにもらったんじゃないの、これさすがにもらったか、これ勝ったか。相手あんまり必要くないな、今のとこ序盤余ってるからのグノーはなかなか目を見張るものがあったけど、その他の S5 も引かれてないのはすごいありがたいですね。でこれあれか、ロックとか来るか、今 S5 結構多いから一周回ってロック採用されてるみたいなところね、あると思うんですけど。なるほど、リバーサルヒール、ギリギリさえ発動しないんで、これスーが相手のキャラゴマ3枚で、まだ発動しないですね、これ。どうする、こっちか、これこっち行ってでしょ。さ、これこっち行って相手の動線取って、でまあ特殊はさすがに受けるでしょ。で A3 俺のトゥールラ取ってきたら、もうイブのコンボが残ってますって感じで、オッケーオッケー、これささん耐えるでしょ。よし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 、これで合ってんのか、合ってんのか、本当にこれで合ってんのか、使い方自信ないマジで。よしオッケー。まあでもたまにはね、みんな俺の動画見てくれてる人ね、あんまりこういうなんかなんだ、環境デッキとはちょっと違ったデッキを期待してる人が多いと思うんですけど、たまには使うよ、俺たまにはやるよね、たまにはやるよ。あんまりやってこなかった。まあでも俺アマテルの動画って何回ぐらい使っやったかな、多分言うて2、3回とかじゃないかなって思うレベルなんだけど、どうなんだろう、まあ、たまにはね、たまにはねやっちゃうんすよ、 P さんだってね。はい、環境環境、うわー P さん環境デッキ使っちゃうんだって思ってるかもしんないじゃん、まあ、1回はね、まあ、よくね、許して。いやでもね、俺もね正直言うと本当はあんま使いたくなかったんよ。一部これが見たい人いるかなっていう意味もあって俺使ってるけど、あんまり使いたくなかった理由が、まあ俺がそもそもねアマテル使うの得意じゃないっていうのは1点あるんですけど、もう1個ある理由、もう1個はスーを進化にしないといけない。俺10日で使ってたんよ、ディザイアの方で使ってたんだけど、進化にしないといけないってだるいっすね、マジでマジだるくて、俺日体、10日の方が好きなんよね俺混合の方が好きなんよね、混合条件のディザインの方が好きなんよね。てかあとね、あ、これどうしよう、これってどうすればいいの、みんなどうすんのこういう時って。俺さ、俺はグノー持ってるから A の2に打って E3 グノーとか打ちたいんだけど、アマテルこっちでもいいよね多分。いいよねこれ、これアマテルさ、ね5000の方を残した方が良かったとかある？俺グノー打ちたいけど次のターン、何あると打ってからグノーの方が良かったの？
え、これどっち、みんな、これみんなだったらどっち、あのコメントして、みんな今みんなだったらこれどっち行く。俺このアマテル使おうかなと思ったんだけど、ダメこれダメ、アマテル残した方がいい。あ、ダメですか、大丈夫これ。俺ちょっと自信ない、マジで自信ない。俺なんでこんなアマテル下手なんやろ。なんで俺はこんなにアマテルが下手っていうか自信がないんだろう。アマテルに対する自信が全くない。本当に自信ない。いつもレオニス使ってる時とかは、ああもうこれはこれなんで、え、こっち行った方が、もういくらでもアイデアが浮かぶのに、アマテルのことになるともうちんぷんかんぷん、アイデアが何も出てこない。何なんだろうね、本当に向き不向きあるんだなーって思うね。あー、でそのトゥルラ強いね。でここよいしょ、あー こういう時はもうこれあれですか、こうですか、これ合ってるこれ。だってイグナス捨てられないでしょこんなの。よいしょ、頑張れ、待ってる。さあ待ってる、今のところ2742ダメージ出してますね。いいですね。からのでこっちのギャラゴマ取らすやん。でこれ次 X あれでしょ、 S ゴマ何引いても強いって状態でしょ。たつぶらってくる、頼むぞ X。 何、あの S ゴマだったら何だって強いよ。おっしゃ、ペトラと思ったけど、これペトラダメじゃね。グノー取られたらダメじゃね。どうすんの、え、これどうすればいいの、これどうすればいいの、え、これペトラだったの、みんな、え、これ どっちこれ、え、わかんない、これわかんない。え、ペトラ、え、消去法だよね、消去法だよね、さすがにコンボ。え、でもイグナツ切るべきだろ、これもしかして。イグナツ切った方がよかった。これグノ取られたら俺コンボないけど。合ってるこれ。え、自信ない、マジで自信ない。合ってんのこれ。え、でも正直ペトラ打つタイミングないよね、ここちゃっちゃと打たないと。ねえ、合ってるよね。自信ない、マジで自信ない。あ、え、おー、そっちはラッキーじゃない。ちょっと待って。いや、ラッキーではない。いや、まあ、こっち行くやん。これ、こっちで1回での動線潰した方がいいやん。よいしょ。2ターン耐えれっか。うわ、でもこれさ、ポルカのお前、そのステラストリームやばくね。バイセ切った方がよかったか、これもしかして。これ、バイセだったか。これ、D5 行かれるやん。これ、2ターン飛ばせんの、これ。アマセル頑張って。お前、リバヒはだるいやん。リバヒだるいやん。ちょ、待って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 。スーちゃん引くのは熱いんやん。スーは打つべきか。え、これ E6 でいいの？え、これ E6 でいいの ?E6 でいいの ?E6 でいいの ?E6 でいいよね ?E6 でいいよね。もう2点飛ばししないと俺間に合わないよね、絶対に。で、F5 打つと A3 がきついから、こっちでいいよね。え、いいよね、合ってるよね。合ってるよね。自信ない。自信がなさすぎる。OK、3070、OK、いける。いや、ここのスーは紙引きね。いや、これペトラってどうやら正解だったっぽい。さあ、ここ耐えろ。頑張れ。7248。耐えろ。頑張れ、耐えるんだ。次、ステラストリームあるけど、さすがにその1P だったら、倍してでき。お前ー、ウンディーネの重ねがけー、えぐい。いや、でも結構削られてる。オーラもある、アマテルもある。頑張れ。行くしかない。こんな。これは行くしかない。頑張れ。さあ、すべてのシールドを乗り越えていけ。にゃっ、危ねえ、怖え。いやー、これスーのおかげだな。合ってんのかこれ。合ってんのこれ。永遠に合わせるでよかったの。よかったよな。だってペトラとさ、イグナーツとバイセでさ、左上 X 余ってる打つタイミングなかったよね。俺引いてたし。合ってるよね。合ってる。自信がなさすぎる。自信がなさすぎるよ。なんで俺こんな自信ないんだ。なんで俺こんなに自信ないんだろうね。わからない。なんかなぁ、アマテルの時本当に自信ないわ。これで合ってんのかな。これは勝てるじゃない。これはさすがに勝ちじゃない。これは負けられない戦いが今ここに始まってないねえ。思わずナレーションのカビラさんもそう言ってますね。絶対に負けられない戦いがここにはあるんです。全然似てないね。似てないね。普通に俺がなんか俺だったな今の。普通に俺だった。オッケーオッケー。え、これでもこうだよね。え、これさすがにこんなあの馬打ってる暇ないよね。ここアマテルってあのあれだよね、サントメックスとかあれしてあれしてポリしてバンしてポンしてポンだよね。そうだよね、合ってるよね。で次ウィーブ出すやん。で C の2打ってきたやつにあのトリでいいよね。合ってるよね。でオーラ、はい。オッケー、さやか引いてくか。まあ、でもウィーブの方がいいね。一旦ウィーブ出してサンタスキルちゃっちゃと消化するやん。はい。で、どうする。え、これ何、次さやかで D 中打った方がいいの、それともペトラで打った方がいいの、どっちなの、どっちこれ、これどっち、
これどっち？ビブをさやかで確実に返す。ああ、そっち来るんだ。んー、だったら E1 さやか打って D5 ペトラでいいのか。合ってんのか、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 どっちだ。え、合ってんのこれ。え、E1 さやかでいいよね、さすがに。え、いや、ダメだな、これ。ダメ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 。相手コンボが良かったから右ウェックスペトラ打つべき、打つべきか、ごめんね。打つべきだったね、打つべきだったね。あ、ごめんね、そうだよね、そうだよね。だってここ特殊メタとか打たれたらだるいよね。そういうことですよね、やらかした。右上 X でよかった、これ右上 X でよかったやつだよ。もうなんで俺こんな、なんでアマテルこんなに自信ないっていうか下手なんかな俺。でこっからあれだよね、ステラストリーム残ってるってやつだよね。てかポルカ強えな、こう見ると。まあでもこれさすがに自弾、そうだな、あの行くしかないな、こんなの、行くしかないんですよね。これあれでしょ、あの B4 に S5 も打たれたらやばいってやつでしょ。やっぱ右上 X 打てばよかったね今の右上でよかったね、さすがにね。さやかタイミングないかなとか思ったけどさ、さやかのことなんて考えなくてよかったってことだよね。あー、ほらトゥールラ打った。あ、でもこれはさ、そこはラッキーじゃない。そこは俺ワンチャンもう一旦耐えれるくない、もう一旦ワンチャン耐えれるくない、ワンチャン耐えれ、いやーささん、いや、きついか、きついのか、これきついの、もしかして、え、これきついの、これきついの、もしかしてこれきつい。一応イグナーズ、オッケー、イグナーズ引いていくね。これはさすがにこっちっていうでしょ。やばい、4枚返しにしちゃった。まあでもこれは耐えるしかないよな、耐えるしかない。実はこれかまして、でシールド残ってるで、イグナーズがチャージ止まって、次 F3 でワンチャン飛ばして、トラブ、いや、 S4 枚来た、 S4 枚来たよ、 S4 枚来た。あ、4枚返し打たないの。あ、なるほど、飛ばせない判断か。まあ、一旦飛ばせない、飛ばせる判断だよねこれ右上打ってれば勝ってたってやつ、もしかして。待って、右上打ってたとしよう、トゥールラが F2 に来るのか。いや、てかこれそうだよね、絶対そうだよね、右上でよかった。あー、 OKOKOK、 これ俺が悪いね。右上 X 打てばよかったね、右上 X ペトラ打って敵のターンスキル盤面に出しにくい状況を作って、でよかったってことだよね。オッケー、反省反省、今のは右上 X でよかったね。さやかさすがにいらなかったね、なるほどね。え、しかも俺のさやかに対してトゥールラとかじゃなくてちゃんとポルカっていう回答があったんだよね、なるほどね。これは俺が悪いね、右上 X ペトラ打って次の S ゴマとかにかけてさやか後回しでも全然強いよっていう状況にするべきだったね、なるほどね。オッケーオッケー、分かった分かった、そういうことね。おーおーおー、あれだ、次元スキル、ルナフロー来た、ルナフロー。オッケーオッケーオッケー、こっからよし、ちょっとトライアンドエラー、何が悪かったのかっていうのをしっかりね頭の中に入れて、こっから頑張っていこう。さ、ウンディーネ打たれる、でこれはエアレイかまして、ウィブ打ってアマテルでいいよね、合ってる、合ってんのか合ってんのか、これ合ってんのか。最後ブハー、ちょっと一回水飲んでこう、ちょ落ち着こう、ちょっと取り乱してる俺は今ね、俺取り乱してる。え、ないこれ、あると打った方がいいとかないよね。え、ないないない、だって次ルナフロー打たれるもんね、そうだよね、ウィブでいいよね、そうだよね、合ってる合ってる、はい、よし、オッケーオッケーオッケー。で、これ、ルナフローが5ターン後にやってくると。5ターンかけて、アマテルが発動するってことかな。なるほどな。まあ、超ゴマとは違うからね。ルナフローはいろんな、ルールで使えると思うんですけど。まあ、あんまり見ないデッキですよね。まあ、俺がなんか一時なんだっけ、次元爆弾カミタンみたいなデッキ。ん？カミタンじゃねえわ。あった、あ、合ってるかな、合ってるか。みたいなデッキを出したと思うんですけど、あれ面白かったらもう一回やろうかな。なるほど。ハローワールド。で、ここは、おー、これはトゥールラでいいんだよ、合ってるよね俺なんかさ、このさ、雑に使える S ゴマが多いっていうデッキ、本当になんかね、本当にいいのかなってなっちゃううん、いいのかなってなっちゃう。あー、シュクレか、シュクレ来た、シュクレ来ちゃう。え、これあれですか、こういうことですか、これシュクレにアンチヒールかましてっていうことだよね、これシュクレにアンチヒールかましてで数残してってことだよね、合ってるよね合ってるのか、うん、これであと2ターン相手2ターン後に5000来るわけですけど、はいはい、さらに回復して、ほう、アンチヒールの状況下で回復を選択していく、選択していく、で相手1234 3200 3500 4400 4400から7900、
1500足して、まだ飛ばねえか。じゃあ一回こっち行こう。ほい、ほい、ほい。で次これ数圏内か。で相手のキャラがマグロ5枚になるね、次で。うん。いやこれはね、なんか使っててあれだ、何にもないわこの試合については、あの本当に何にもなんかあれだわ、あれがなかった。てかルナフロー発動する前に終わった、うん、この試合についてはね、何も悩まなかった。何も、さすがに引き強すぎたか、何も悩まんかったか。オッケー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 、何も悩まんかった。オッケー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 、こういうことを常にやっていけっていうことね。なるほどね。はい、オッケー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 、これが余ってるか、これが余ってるです皆さん。一応勝ててるね、一応勝ててるね。うん、えんちゃう。はい、リリープか今の俺このプロフィールのさ、一部の部分、一部だけ見せて何でしょうみたいなのちょっと好きなんだよねはい、さーてと、あ、これはあれか、エアレイか。さっきからね、ね、エアレイあれかなと思ってたんですけど、ちょっと来るようになったね、いいね。うん、これエアレイ打って、トゥルラ打って、こっち打ってていいよね、合ってるよね、残り5番しでしょ。はい、エアレイ初手から1810、いいね。で、こっから、はい、風車来ると。で、これあれでしょ、あの、トゥルラ打って、ビザマテルでいいんでしょ、合ってるよね合ってる。あ、ウィーブから行こうか、3ターンスキルだもんね。ウィーブ行く、ウィーブ行って、で B3 待ってるってちょっとあれだな、あんまりなんかこうやって自信がないみたいな状態が続くとみんなも見てて不安になるかもしれないからさちょっと俺も毅然とした態度で行った方がいいのか。で実際に本当に本音なんだよね、これで合ってんのか。まあでもみんなもこういう時ない、これってこっちでいいのかなみたいな、あるよね。そう、普段の生活でも俺そういう時あるんだよね。なんだ、ナビ開くじゃん、スマホで、スマホでナビ開くじゃん、え、こんな道通んのみたいな時ない一回あったんだよな、なんか京都宴とか行く時に、オセロニアのね、京都宴こないだ行った時とかさ、ナビ開いたわけよ、え、この道で合ってんのってなったあれ、ここで合ってるっけってなるこんな道通るの、あ、ナビ、あ、駅降りるやん、駅降りてナビ開くやん、え、ここ通んのみたいなあ、スー引いた、これトゥールだ、打つ、スー打つ、イグナス、おー、バイセル勝ちか、おーおー、簡単だお、簡単、これが常にできれば簡単だよね、これが常にできれば簡単か。なるほど、なるほど、これは簡単か、さすがにこれ簡単か。はい、でこれ X 打つやん、まあまあまあこれはね、え、でもなんか、うん、なんかこれ、え、これこれなんかあれだな、なんかあれだな、俺ちょっとやっぱしっくりこねえな。いや、なんかさ、これ確か強いんだけど、なんかしっくりこねえな引いてるだけなんだよな強いっていうか、まあ強いわなまあ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 、これ食らうやん。でもね、相手も激怒じゃんっていうね。うん、なるほど、あ、ごめん、やっぱ冷たくちゃった、気をつけよう。なるほどね、まあ、これができればそら止まらんわなこれできたらね、まあ、これをしやすいデッキってことだ。なるほどな、うん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 、まあでもよくもあるかも、やっぱちょっと投げてる感があるな、どうしても。投げてる強さっていうのは、果たして強さなのか。で、一箇所コンボ組んでないからな。うん。これ、アマテル、分かった。ちょ、コンボが強いね。ちょ、コンボをなんとかしないとね。俺ね、S5 が強いっていうのはもちろんあるんだけど、それってどのデッキでもそうなんですよ。S 多く引いたら強いのはどのデッキだって基本的には強いんですよ。で、その中で、じゃあなんでアマテルが強いかっていうと、もちろんその S の内容が強いっていうのももちろんあるんですけど、
これアマテルのコンボ弱くしたらいいんじゃね。アマテルのコンボも極端に弱くしちゃおうぜ。多分そしたらね、だいぶ弱くなる気がするね。この B さんにアマテル打てるのが良くないでしょ、多分。これコンボ弱くしていいと思うな。うん。まあ、さっきの試合についてはね、引き強すぎたから別にアマテルのコンボとかじゃないんですけど。その中でじゃあなんでアマテルがひときわ目立ってるかっていうと、やっぱね、このコンボじゃないかな、やっぱ。俺コンボな気がするな。コンボだって3000とか簡単ですよね。このコンボをね、もう極端に弱くしちゃっていいんじゃないかなって。もうだってさ、このコンボ狙いのアマテルが強いわけで、なんか初手にアマテル打ってもあんま強くなくない？初手にアマテル打つってさ、5000出すだけになっちゃうやん。5000出すプラスこのコンボがあるから強いんじゃないかって俺はちょっと思い始めてるわけよ。ね。で、これただ、まあ、これについてはちょっと盤面コンボしにくいですね。どうしましょう。D1、どうしようかな。D1 打ったとして、いや、まあさすがにちょっとあれだな。C6打たれるの嫌だな。こっち行くか。行って半分行かない。コンボが弱い方がいいんじゃないかな。このボルトマキア。これが、いった。白拓、いや、これね。はい、はい、ついにアマテル君、大ピンチ。これどうします？これ大ピンチですよ。どうしましょう。こういう時どうすれば、よし、こういう時にどうすればいいか考えるのが楽しいゲームなんですよ。ね。アルトなんて打ってる暇なくて、まあ、スー打ってダメトレ勝つか、まあ、グノーで遅延して勝つかのどっちかか。いやー、これ遅延してる暇あんのか？いや、でも一応ちょっと、あれだな、やってみるか。半分いかないやん、これで。一回これで、S 引く可能性ちょっと広げよう。一旦合ってんのか。お前そこでフェイルノート引いてんのやばいね。そこでフェイルノートはさすがにやばいね。はい、あー銀白引いてく。いや、もうこれは引かれてたらしゃーない精神だな。殴るか。これさすがに間に合わないね。殴らないと。引かれてたらしゃーない精神だわ。あ、 F5 打てばよかった。やべえ、これは明確に言ってたね。そういえばお前あれや、俺コンボ封印したわ、白拓のこと。F5 打てばよかった。引かれたらしゃあないちゃうわ。お前コンボないやん。俺グロー打ってんのに忘れてたわ。これはこれ忘れてたわ。すいませんでした。マジで忘れてた、グロー打ったこと。これ F5 打てばよかったんや。 F5 打って F2 で相手動線消えてたんや。あーオッケーオッケーオッケー。なるほど、これはあれだね、アマテルが悪いっていうか俺が悪いね、普通に。間違えたね、間違えた。うん、これ間違えたね。春秋来る。ってことは、エンデが持ってないんだよね。これ情報取れました。ここで春秋ってことは、これ、相手エンデが引いてません。って話だよね。ちょ、考えよう、考えよう。2手飛ばしルートで行くしかないか。これ普通に A4 トゥールラ行くしかないのかな。D1 トゥールラ打った場合、A1 打たれて、次1枚返し、ああ、そうだね。取るしかないね、これ。これ取って、もう左下 X 耐えるしかないですね。うん。D1 トゥールラ打っても多分2手飛ばし無理やな。数切っちゃってるし。なんでこれもう気合で耐えるしかないですね。相手の手駒が事故らないと。うん。まどまい。トップアラジンかな。ちゃんと相手手駒見てなかったけど。でもアラジンさっき持ってたら、さっきで勝負ついてたはずやから、まあ多分持ってなかったね。まあこれは俺が悪いか。わかったわかった。これは俺が、だってこれワンチャン勝ってたよね。俺が F5 にさ、スー打って、取らせて F2 トゥールラ打ってで、ね、ワンチャンあったってこと？なるほどね。なるほど。OK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 。じゃこれはあれだわ。普通に俺がグノー打ったこと頭からなぜか消えてた。そうやん、俺グノー打ってるやん。オッケー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 。トライアンドエラー。なんでうまくいかないかっていうのが分かればいける。よいしょ。さあメルベか。なんか今日メルベ結構来るな。メルベはね、多分相性いいよね。スーも効くし、トゥールラも効くし。まあ、メルベからなんだろう、トーヤとかなんか明確にメタが来ないと、基本的には相性いいと思うんだけど。で、これ初手エアリー行くやん。まあ、簡単じゃん、こんなの。打つだけやん。よいしょ。最近マジでね、オフィスチェアの調子が悪いね。ギシギシ。心配だ、これ。心配になってきてる。5万で買ったんだけど、2、3年でガタ来てるんで、ね、大丈夫かな。これもなんだっけ、椅子といえば、いや、ちょっとああいうタイプの椅子はちょっと俺の腰に合うかわかんないけど、なんだっけ、あれ、オードリーが買ってたやつ。じゃオードリーが紹介してたやつ。あれとか、これさ、ちょっとこれ、聞きたいんだけど、これ、スー打っていいの？俺、ロックケアでメリッサ残したいんやけど、スー打っていいの？こういう時って。打っていいの？合ってる？これ合ってる？
合ってる、スーっていいの。え、俺さ、ロックでイグナースとかワンチャン釣られたくないから、俺こういう時スー切っちゃうんだけど、合ってんの。そうだって別にメリッサさあね、スキル後半強いしね、一応俺ちょっとこうした、いや合ってる、これ2のコンボ残しがよかったとか、そういうこと合ってるのか。ほらこれ、こういう、わかります、こういう時アンチあるからね。あのまあでも今のはちょっとロック美味しいけどね、どの道打たれても。まあイグナツこれで釣られないやん。あでもエアレイ出ちゃうんだよね。じゃあ俺のあれだね、ロック打たれてこれイグナツ釣られるみたいなことは結局なかったわけなんでまあ結果論どっちでも良かったっていう話になってしまったね。まあそういうことか、まあいいですよ、はい、どっちでもいいんですよ結局のところ。でこっからどうすんの。なるほど、これでもあれだよね、これメリッサ切って X アマテルでいいってことだよね。はい、あとあれだな、アマテル、コンボを弱くした上でコマ数条件6枚とかどう。ダメかな、8枚、うん、いやこのさ B さんに打てるのこれ良くない気がするんだよね。だからコマ数条件をつけて先行の風車は許容みたいなとこにするのとかどう。俺これ高校で B さん打てるの俺良くない気がするわ。先行の風車はまだ100歩譲ってまだわかる。だってだってさ、先行の風車の余ってるってコンボつないでもキャラが減ってスーとかの火力が落ちるわけよ。まあまあまあまだわかるくない、それだったら。アマテル弱くするっていう方向性でいくんなら、スキルにやはりコマ数条件をつけるとか。でコマ数条件つけたらさ、一応変置きのタイプも選べはするじゃん、選べはするじゃん、オルタナ選べはするじゃん。でさらにその上でちょっとコンボ弱くしてあげるみたいな感じとかどうやりすぎか、こんなことになったら多分誰も使わねえなで別のキャラをリーダーにして多分変わるね。ヒプノスとかに変わっちゃうのか。そうか、結局変わんないか、うん、すいませんでした。さあこれはハルマル打たれて殴られるけど俺 HP 残る。でもさ、これでさ、ハルマルを A2 に打たせてる時点でおかしいよねってなるのか。なるほどね、分かったよ、そういうことか。でも今の A3 ハルマル打たれたらちょっとやばかった気もするけど、どうなんだろう。え、でもこの火力やばいな、飛んでたのもしかして、慌てるコンボで飛んでた説あるな、飛んでたかここ強いね。これだって数しか引いてないよ、 S ゴマで B ゴマ2枚切ってるのにこんだけ数えてるから、これは確かに強いわ。今ちょっと分かったわ、今アマテルの強いとこめっちゃ出たわ。まあ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 、なるほど、これはアマテル強いわ。この試合アマテルの強いとこめっちゃ出たね。まあ相手がこのアルカードとかをね F3 に置いてくれたのが美味しかったとこあるけどね、あの C の2にアンジヒル打ってくれたみたいな、序盤の相手の動きがあんま強くなかったんでそこが助かったとこはあるけど、まあでもなるほど、これは強い、これは強かった、アマテル強かった。だってね、X に打つまでアマテル打ってなかったのに X あそこ打てちゃうからねなるほど、これは強いとこ出ましたね。うん、お、時勝か、これ暗流時、本当に時勝だったら相性いいけど来いよ。あ、ギルガメだった、なるほど。まあでもギルガメも結局メルベと変わんなくね、キャラ増えるから2めっちゃ火力出るし、でこれさあエアレイさあ こっち行くやん、ん、なるほど。そうだから、コマ数条件つくとかはワンチャンあるんじゃねえかなって思うけどな。だ高校の強さを減らす、だ高校で B さん打てんのちょっとやばい気がする。グノーね、これはこうでいいの、合ってんの、これ合ってるよね。え、これ B6 ってからグノーよりこっちでいいよね、合ってるよね、合ってんのか自信な。え、これ何、次 D5 グノー打ってもいいってこと、いいってこと、いいのこれ、え、ダメダメダメ、どっち、これ D5 グノーどう、どう思う、俺ありな、ありかなとか勝手に思ってんだけど、やってみるか、やってみよう、やってみてダメだったら反省しよう、もうやってみよう。いらっしゃいませ、最高、はい最高です。ボルトヒールできない体になっちまったな、しかもこれ腕増えないからもうほぼ勝ちじゃないかなとか勝手に思ってるけど、これで負けたら恥ずかしいな。おっと、
エネさん痛い。これでさやか E6 いって2ターン以内に右下に打てる何かしら強いキャラ引いたら俺のペースか。さあこれで合ってんのか。はい、おお、これさやか回収されるやつか。まあでも回収させた時点で美味しいか。とはいえ結構削られてんね。まだ全然油断できないな。でここでやれ引いちゃうんだよね。ここでやれ引いちゃうんだよね。これは良くない。でもさすがにアルト打つか。アルトでいいよね。コンボ的に俺アルトかなって思ったけど、さすがにちょっと怪しくなってきたか。怪しいね、怪しいね、これ怪しいね、怪しくない？え、怪しいね、怪しいね、怪しいね。ちょっと待ってね。はい、トゥールラ、トゥールラタイミング的にこうおっしゃいけど、どっちだ？右上 X じゃない方がいいよな、多分。コンボ動線残すならシーノにイグナスとかやけど、トゥールラ2段入れたいよね。合ってる？でもこれルサールカのコンボ2回食らわないといけない？ダメか、これ。これダメ？これダメ？ルサールカコンボって2000とかじゃなかったっけ？ 2000 か。大丈夫かなこれ。D6、D2 で死なない？大丈夫？大丈夫これ。なんかワンチャン見えてきたかもしれない。あ、やばい。天国の扉が見えてきた。まずい。あ、まずい。天国の扉見えてきた。これやばいんじゃない？え、これやばいんじゃない？これやばいよね。これやばいですね。はい。メリッサ。え、これやばいんじゃない？これ、これやばい。天国の扉見えてきた。やばい。やばい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 。ヒール。いいぞ。強い。頑張れ。6057。この6057頑張って耐えろ。頑張れ。単体4500が来なければ。あー、出た。これ死んだよね。これ死んだよね。あ、あ単体3500か。皆さん、皆さん、かまけました。あれ、なるほど、D5 ダメか。あれ、これ、右下、アルト弱いかったか。右下のアルトなのか。アルト以外でも、ね、エアレ打っても、ね。まあ、でも俺もあんまり攻めの形組めない打ち方だったからな、割と早めに、あ、しちゃったせいで。F3、え、もしかして途中あれか？ F3 行った方が良かったかな。あの A3 にさ3枚返し疲れられたとこあるやん。あれ F3 打ったら相手キャラゴマ3枚とかになってた場合って相手コンボ発動しなかったわけなんやけど、そっちの方が良かったかな。まあわかんねえわ。OKOK、 ちょもう一回行こう。でもさ、これ見てほしいんだけど、勝ってるけどなんか劇的にめっちゃ勝ててはなくない？で、勝ってる試合もなんか S4 引いてるだけみたいなとこない？まあまあ、さっきのあれだな、メルベとかについてはさ、スーとかでも足りたけど、そう、あのさ、俺 S 引くだけで勝てるって別にそれが強いとは俺思ってないんだよね。例えば S4、S3、4、5枚とか引いてさ勝った試合ってさ、別に他のデッキでも S 引いたら勝てるってならん？だから俺なんかどうにアマテルの強みをねちゃんと感じたいわけよ。まあ、その点ね、さっきのメルベ対面とかはアマテルの強いとこがバチコリ出たから強かったんだけど、なんだろうな、 S 引くだけだったら別に他のデッキでも勝てるからさ、俺ちょっとあんまりピンときて、うん、これどうするの皆さん、これどうするの、こういう時、え、こういう時みんなどうする、え、こういう時みんなどうする、え、これこれ何 B6 いっちゃダメなの、この 60% 許容する、これ許容するか。これ何、3000許容でいいんだよね。さて、許容して、もうウィブ打って、ね、で、いいんだよね。合ってる？合ってるか？合ってんのか？え、B6 アマテルの方が良かったの？こういう時って。俺3000ぐらいだったら許容しようかなと思ったんだけど、合ってんの？で、ちなみにこういう対面ね、めっちゃゴリ押したいやん。ただ、ゴリ押すにしても相手のキャラ減っちゃうみたいなところで。はい。はい。はい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 、うん、うん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 、いらっしゃいませ。はい、え、これはこうで、これ代償した方がアマテルのコンボちょっと強くなるんよ。こう、はい、あー、これは強い、これは強い、だって全部引いてるもん。
おお、これまあでもこれはね、アマテルの強いところだね。これアマテルの強いところか。これできちゃうもんね。だってこれはこれアマテルじゃないとこんなできないもんね。でこれかい、ああ、そのディザイアはやっぱりなんかちょっと目を見張るものがあるな。目を見張るディザイアだね。それは目を見張るディザイア来たね。え、これさ、え、スーからでいい？イグナ、シールド垂れてイグナッツでぶち抜きで勝ち？合ってんの？本当にこれで合ってんの？あ、激浪だ。うわー、これはクソだな。あー、さすがにこれクソだな。これはクソですね。うん。あー、これクソか。これはね、分かったわ。これさすがに、これはクソです。さすがに。これクソ。これクソだわ。これはクソだ。なるほど、これはクソだ。はい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 。なるほどね。これ確かに OP だわ。これは確かにクソ。まあ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 。はい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 。まあこれは、はい、認めましょう。クソです。クソムーブしました。なるほど。でもこれが毎回発生するかって言われたら、まあ、発生する時もあるってだけであるか。でもなんかあれだな、劇的に10連勝とか20連勝とかできるデッキではないな。俺はやってると思うけど、なんかめっちゃ噛み合ったらいけるかもしれないけど。お前ちょっとクーラーのつけすぎで多分喉の調子あんま良くないね。なるほど。はい。夜明け。夜明け。さあ夜明けどうですか？いけます？ああ、夜明けか。いけるか。いけるね。自分自信持ってる。俺、夜明けいけると思ってます。え、これ何？初手ペトラから打って、で、3手ママでの狙いがいいってことね。なるほどね。これは簡単か。これ簡単かと思ったけど、これさ、アルド初手打たれてるから、ワンチャン X から来たりもあるね。怖いね。X もあるね。これ X あるね。やだね。X あるね。X ある。いやでも、X あるな。X あるな。X あるな。あー、ですよね。ですよね。いや、これね、どうしよっかな。右下 X ありかな。数的に右下 X あり説ない。やってみよう。これはあれか、 X 警戒でアマテルの方が良かったかな。さすがにちょっとペトラショット打って3点目アマテル狙うみたいなことしちゃったけど、まあその場合あれか、普通に風車打たれてるもんな。これはどっちにするか悩んだやつだな。はい、バリア打たれる。バリア打たれまして、ウィブ、これウィブ強いね。でどうしよっかな。これこっち行きます。はい、こっち行って、で F5 打たれても D6 数とかで結局盤面ね、あれなんですよ。俺後出しでコンボ強い駒めっちゃ多いんで、これこっち行くっす。コンボでビビらせる。これ D6 ってもね、まあ余ってるコンボ残るかもやけど、あれなんで OK。 これをつなぐでいいのか。待って、本当にそれでいいのか。本当にそれでいいのか。え、本当にそれでいいのか。え、これこっちやない。これさ、ウィブ取られた後に英語に切り返しができる方が良くない？ B6 打ってもさ、 C5 打てるけどウィブ取られて、どうなんこれ。え、これこ B6 の方が良かった？みんなもしかして4000出す方が良かったかな。俺バイゼのコンボも残るし、こっちあれかなと思ったんやけど、まあ D6 だとコンボ組まれるの怖いか。 OK、 そう来るやん、それ分かってた、そう来るやん。痛い。待って、相手 HP 結構あるな。ちょ、なんか引いてほしいな、バイゼとか。ああ、音声認識だ。で、これこっち行くやん。どんぐらい出る？出るね。7720ですか。
あとちょっとなんやけど、バリアプラス風で結構回復されてんな。オッケー、火力出してきた。これ火力出したんなら倍速圏内入らんか。これ火力出される、これいけるでしょ。あー、しかもオーラ引いたわ。これいけるっしょ。行くしかねえ、むしろ。でこれでこうしてこすりゃんいけると。まあ銀白なくてもいけたね、これは。いけちゃうと。なるほど、なるほど、これは強い。なるほど、これ強いね。これ強い。ちょっと待って、今さどれぐらい勝ってる。あー、勝ってるか。まあ勝ってるな。使い方合ってんのかマジで。まあ勝ってるから合ってるんだろう。なるほどな、なるほど、ちょっと分かったね。うん、ほい。あー、これは相性いいんじゃない。どうなんだろう。相手その火力出すの時間かかるから、こっちはもう短期でポイポイポイでやっちゃえば勝てるんじゃないっていう。合ってんのかな。これも合ってんのかな。でフレアヒールにはアルト打てばいいってことだね。なるほど、大丈夫か。ちょっとね、夏の季節クーラーつけすぎるとやっぱ喉あんま良くないな。あれかな、ちょっと除湿とかにした方がいいか。たまにはよく聞くのは、寝る前さクーラーまずつけるやん。でタイマーで切れるようにして、でなんか途中で除湿に切り替えるみたいなね、がいいみたいな聞く。ショッテテュポン、これ通信切れてんじゃない。ショッテテュポン、ま、ショッテテュポン、ま、はい。これあー、あ、いや、わかんない、わかんない。外周全部燃やしに来た。よいしょ。ああ、簡単だ。簡単だ。簡単だ。これ簡単だな。いや、これは簡単か。はい、フォーティア。でこれはね、鳥でいいってことですか。合ってますか。簡単だ。簡単だ。簡単だ、これ。こっちでいいんだ、これ。合ってるよな。ここまで合ってる、みんな。みんなここまで合ってるよね。これで間違ってるとかだったら、俺ちょっと本当に分かんなくなってくるんだけど。合ってるよね。これでいいんだよね。みんなこれでいいんだろ。こういうことでしょ。で、フィン来るか。フィンとか来たらアルト打って A4 当てるけど。合ってんのか。どうする。これだいぶしんどそうやね。あ、10時間に来る、10時間に来る、10時ある、ない。そっち、これ通信切れてるんじゃないかな。ではい。これ俺、これペトラでいいの。こういう時ってペトラでいいの。俺フィン警戒でなんかアルトとか打っちゃうんだけど、こういう時余裕あるし。どっち。みんなペトラ打つの、こういう時って。俺ちょっとアルト打とうかなと思ったんだけど、だって別に今ペトラ打たなくても変わらんくないみたいな。合ってんの、これ。合ってる、合ってる。あれ、みんなこれどっち打ってた。ペトラ打ってた、ペトラ打ってた。だってペトラ打ってもこれ A2 とか打たれてさ、みたいな。 だるくないね。合ってる。あー、ほらほらほら、こういうヒールね。これヒールをあれして。合ってんのか、これ本当に。合ってんのか。でこれペトラあるけど、ペトラ打った方が良かったんか、もしかして。これさっき、単体で6000ぐらい、これオーラ含めていけるから、これ勝ったか、勝ったか。アマテルコンボ結構出るよ、これ。3300ぐらい出るんじゃない？おい。ああ、出た。合ってんのか、これ。合ってんのか、俺、アルトから打っちゃったけど。負け筋というか、勝ち筋。相手の勝ち筋、ちょっと全部潰そうかなと思って、アルトから打っちゃったけど。合ってんのか、これ。まあ、でも勝てましたね、だいぶ。この辺にしとくか。
うん、もう満足したわ。なるほどね。まああれだな、思ったのはやっぱこの構成でいいのか。俺なんかちょっと前にやった時ね、 B ゴマにオーラ詰めてやったんだけど、あのエアレイじゃなくてオーラない方が強いね。うん、まあ、ワンチャンこれ銀白もいらんかもしれんな、下手したら銀白なくてもいいかもしれない。なくてもいいかもしれないね、オーラスキル。オーラない方、なんかアマテラの戦い方的にさ、オーラ引いても別にそんな事故んないかなとか思ったけど、オーラなくて柔軟に回せる方が強い時があるって感じか。なるほど。ということで、まあこれ今回はそういう回でした。はい、まあたまにはこういう回もね、貼っていいんじゃないかな。まあ普通に環境の最強デッキ、噂の環境最強デッキということなんですけど、まあ環境最強じゃないでしょうか。うん、確かに俺あんまりこのデッキ使うのなんか得意じゃなかったけど、雑に使ってもいけたんで、で雑に使っていけるってことはそれ人気出るよねってことで。まあでも昔からね、こういうデッキはね、あった、正直言うと。吉野っていうキャラがいて、でなんか雑になんか出しちゃっても強いみたいなね。まあでもこういうデッキはね、1個は必要なのかもしれない。まあリアンツィールとかでだけでいいとは思ってたんだけど、なんだろう、誰が使っても雑に強いデッキってある種なんか初心者向けというかね、そういうのあるんで、まあかといって別にこれ許容とかじゃないんだけど、まあまあまあ確かにこれ強かったね。ということでこのアマテル、興味のある人は使ってみてください。まあたまにはね、こういうこともやっちゃいますよってことで。はい、でも、ね、また次回からダンがちょっと変わったデッキとか使っていくんで、よろしくお願いします。じゃあまた次回しましょう。お疲れ様でした。サンドラバイバイ。